今日木曜日は記者会見があったんです。午後1時に記者会見に向かいました。僕自身記者の腕章ですね、フリーの記者に分けていただいて、僕はノンフィクションの本を10冊以上書いてますから、自分で記者で名乗ってもいいと思います。芸人も記者も自分が名乗ったらそれで成り立つ職業です。そしてフリーの記者が会見に入れる囲み取材記者会見に行きました。記者会見の始まる10分前に幹事社っていうのがあるんですね。大手の記者が幹事をやりながら記者会見を仕切っていく。毎日新聞の記者の人が僕の前に来て、今日は何か質問するんですか。あ、質問は一つです。4000人の人質を解放してほしいんです。そのことを言いました。どっか行って走って帰ってきました。前例がないので会見には出られません。あ、でじゃあ出なくていいです。暴力的にここに来てるわけではないので、僕自身は一市民なので、この5階の入ること自由なんですよ皆さん。もちろん視聴者っていうのは市民のためにある建物です。ここで見ております。そう言いました。それもバババッと走っていって、そしてもう一回出てきて、すいません、それも前例にないので帰ってもらえませんか。いや、帰ってもらえませんかじゃないですよ。ここで記者会見をやるんだったら僕はここにいる自由なんかありますからね。そのやり取りが続きました。その後どうなったと思います。記者会見が中止になりました。記者さんに言いたい、毎日新聞社向井畑さんですか、この方に問いたい、あなた誰に向かって新聞記事を書いてんだい、どこに向かってんだい、ジャーナリストって何だと思ってんだよ、バカなのかって思いましたね。多くのマスコミにいる人たちは社会の僕宅である新聞、あるいは自分はジャーナリストとして、うん、か弱き者、小さき者、そして声なき者に寄り添うためにジャーナリストってやってるんです。そういう職業なんですよ、うん、権力に忖度して権力を顔色をうかがい、そんなことをやってる人ジャーナリストじゃないんです。恥ずかしいと思いませんか。そうだそうだ。それが今日のお昼のことでした、うん、そうですよ。